皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天適応因が7割、環境適応因が3割と言われています。環境適応因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境適応因としてあげられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフェルのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。ボロネーズはマルチーズに似た雰囲気の犬種である。答えはマルです。ボロネーズはイタリアが原産の犬種です。詳しい歴史は分かっていませんが、イタリアのボローニャ地方が原産です。ボロネーズはもともと祖先犬が同じなのか、マルチーズによく似ています。毛色はホワイト一色です。いつも落ち着いていて、はしゃぐことがありません。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。